い、どうも皆さん、こんにちは。今回もですね、私、ケイスケがですね、先日、生放送いたしました。今年最初のね、クラカン世界選手権予選、ケソカップの面白い編成、こちらで、ね、動画でご紹介しようと思います。9月の、ケイスケ実況の、ケースケです。ポン!ということでね、もうせっかくですね、クラカン世界選手権予選のね、生放送やったかにね、やっぱりね、紹介したね、リプレイたくさんありまして、今回はですね、スパジャイですね。今のね、世界選手権の環境、競技シーンではスーパージャイアント主軸とした、編成とかね、全然使われてないんですよ。なんですけどもね、とあるチームの、とあるプレイヤーが、もうね、スパジャイを使った編成でね、前回撮っていったんで、今回ね、そちらを見ていくのと、あとはもう、もう一つですね、自分がね、好きなね、スパーチャクローンですね。でのね、前回リプレイとかも生まれましたんで、今回はね、そちらをね、見ていこうと思います。なのでクラカン動画毎日更新しておりますんで、まずチャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、そちらのリプレイ見ていきましょう。レッツゴー。はい。ではね、編成見てみましょう。こちらご覧ください。スパチャイ7体の、ネクロマーサー5体の、なんかスーパーボーラーも2体混ざってるっていうような。そんな感じで。で、しかも、天才ですね。ライトニングクイックでね、使用施設をね、壊していく天才っていうね、テクニックあるんですけども、それもね、組み合わせていってるっていう感じで。で、しかもね、出し方もね、なんて言ったらいいんだろう。こう、スパジャイを一点出し、こう、縦にして、で、こう、ネクロをスーパーボーラーで出すのかなと思ったね。なんかね、スパジャイもなんか、この、なんか、散らして出すような感じなんですよ。なので、ちょっとその点もね、ちょっと注目していきたいと思います。この選手は、ジェイ・カルロス選手って、言うんですけど、スイストーナメントでも、プレイオフでもずっとこの編成、やってましたね。前回率はね、まあ、4回しか見れてないんですけど、この編成なんですよね。まあ、4分の2前回ぐらいかな、は、まあ、取れてたりっていう感じなんで、まあ、昨日ね、動画でもご紹介した、X チームのね、XBB 選手は、バルキリーシーズ選手でやったりとかっていう感じで、なんかね、今回の予選ね、なんか一チームに一人はなんかね、オリジナルの攻めをね、やるっていうね、チームがね、結構いたり、しました。で、これも、はい、アイスゴーレム出してって、はい、なんかね、スパジャイ散らして出してるの分かります？こう、なんかまとめて出したりとかじゃないですね。なんか軽く竹取りでこう散らして出すみたいな。そんな感じで進行してって。で、ネクロもね、こうまとめて出すっていうよりかは、これもね、なんかまとめて出してるんですよ。で、これでね、進行させていくっていう流れになってまして、ちょっとね、どういうロジックなのかね、ちょっと全然自分ね、分かってないんですよね。なんかこうまとめてやっぱりさ、縦ユニットとか、こう出してあげた方が、こう火力もね、すごくて、でね、進軍スピードも速かったりとかってすると思うんですけど、なんかね、まあ最初のちょろっとしたタゲ取りみたいな感じで、まああとはね、こうスパジャイが2、3体ぐらいね、中心部、で外周にも2、3体ぐらいなんかいるみたいな、そんな感じで、なんかじわ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 、進行させていくんですよ。この出し方どういう意図なんだ、なんだみたいな感じになりますよね。で、ここでさ、最後のね、呪文レイジョね、使ってって、で、からのここでね、トームもね、めちゃくちゃここでもう溜めてここで使うんですよ。結構エターナルトームとかってさ、やっぱユニットがたくさん生き残ってるうちに、まあ効果力のところで使っていきたいところではあるんですけど、こんなトームを最終区画まで貯めて使うっていうのもなかなかすごいなっていう。なんか全てがもうなんか我流みたいな、全てが自己流みたいな感じでね、研究してってのこの攻めなんでしょうね。本当にすごいなって思う。まあね、でもね、スパジェね、あんま使えてないんですけど、実はね、1バックの性能とかで計算するとね、もう HP ね、めちゃくちゃ高かったりとかっていう感じなんで、結構ね、スペックはね、もう最強ユニット並みのスペック持ってたりするんですよね。まあ、ただ、他の縦ユニット、ペッカとかが、優秀だったり、まあ、あとはね、スーパーボーラーか、優秀だったりするんで、陸編成で言えば、まあ、ペッカスパービスとか、スーパーボーラーだよねっていう感じなんですけども、この方はね、極めていってるっていう感じですね。はい、これもライトニングクエイクを、まあ、投石機に打っていくイメージですね。投石機に打っていってあげて、で、まあ、ウォーデヒーでサイドカット。で、A からのね、主力部隊をこっからね、スパジャイ、ネクロ、スーパーボーラーをね、こう、なんだろう、引っ張って、ウォーデを引っ張って入れていくみたいな、そういう感じになっていきます。いや、この編成もね、なんて言っていいんだろう、解説あんまりできなかったですね。
どういうロチックなんだろうっていう感じにはなっちゃうんですよね。さあ、ここからね、来ましたね。アイスゴーレム、スーパーボーラー、そしてアイスパジャイですね。こうね、こう、散らして出すイメージですね。で、からね、後ろからウッドランチャーとか、ネクロマンサーはまだ出てない。ネクロマンサー、ちょっとクルグリーンになっているんですけれども、さあ、ここからですね、スパジャイと、で、ネクロは数体外周で、なんか2体ぐらい外周で3体を中に入れていくっていう、そういうイメージで、行われていますね。やってますね。で、ウッドランチャーで壁をね、どん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 開けていくっていう流れになります。でね、スーパーボーラーも2体しかいないんですけど、まあ、なんやかんやスパジャイが、数体のスパジャイがちょっとターゲットってくれて、たった2体のスーパーボーラーが延命できて、で、なんか、施設を壊してってくれるみたいな、そういうことかな。ちょっと、あ、ピロリンってなっちゃった、ちょっと。かな。結構ね、スーパーボーラーだけだと、もう結構ね、高火力で、タウンホール14火力高いんで、まあ、いくらね、体力そこそこあるスーパーボーラーといえど、高火力で、結構ね、焼かれていっちゃうってことがあるんで、まあ、数体のスーパージャイアントを混ぜることによって、まあ、2体しかいないスーパーボーラーがちゃんと奥まで進んでくれて、生き残って進んでくれて、全開できるっていう、そういうことなんでしょうかね。多分、おそらく。はい、わからずに解説してます。で、後ろの方からね、ロイヤルチャンピオン足してったら、なんか気づけば中央突破してて、で、怖い、区画がね、もう6次区画あたり、怖いって言っても、もう防衛室が残ってくるのは、もう6次区画みたいな感じになっていって、全開を取っていくっていうことですからね。そうですね。多分、解説的にはもうそんなロジックなんでしょうね。で、しかもまあ、それをね、世界選手権でやってますからね、世界選手権予選で。大事な大会で、なんかもっと他にもね、強い選手いっぱいあるんですけども、まあね、まあ、我流ですね、我が道を行って行って、で、前回を取っていくっていうね、そんな、選手となっておりますんでね、ジェイ・カルロス選手、今後見かけたら、ね、ああ、もうスパジャイ先生やるんでしょうねっていう感じになりそうですね。で、最後にリプレイ見ていきましょう。最後はね、MSE スポーツの、エレック選手がやっていた、自分の好きなね、はい、初手ボーデン・ラバルからの、突撃感を入れてって、で、そしてね、スパーチャに、レイジとインビジブルをね、かけていくっていうね、そういう攻めですね。今回はクローンを使用してますね。こういうね、主要施設がね、結構ね、真ん中に寄ってる配置にね、結構刺さったり、するわけなんですけれども、さあ、こっからね、スパビズも今回入れてますね。こっからしっかりと、はい、シュパシュパと、スパーチャたちがね、タウンホールとか壊してくれたりとかね、いろいろね、怖い施設壊してくれてますので、ね。でね、結構ガチ界隈であんまりやらないっていう人もいるんですけど、まあやらない理由としてはどこまで壊せるかが、ちょっと、不確定要素があるっていうので、ちょっと怖いっていう人とかもね、コメント欄に言いましたね。なんですけど、はい、これでもう、ご覧ください。中心部分怖い施設が、もうほぼほぼないんですよね。あ、もうなんかドーナツの口みたいな、ね、炎上50円玉みたいな感じで、で、一口かじったみたいな感じになってって、で、そしたらですね、キングとクイーンとロイヤルチャンピオンね、あとは入れていくだけみたいな、そんな感じになってますね。で、あとはね、まだユニットも残ってるんで、各箇所ですね、残った少ないユニットたちで壊していくっていう感じになりますんで、自分、こういうね、配置ってできたらね、今後もね、これね、やっていきたいなっていうふうに思っております。さあ、はい、もうね、これ怖い施設もうほぼほぼ残ってないですよね。投石機もロイヤルチャンピオンとタイマンだったら、そんなね、めちゃくちゃ強いっていう、施設なわけではなくなるんで、はい、こういうふうにホーミングシードで一気に解除していったら、あとは周りからユニットを出すだけで、全開っていう感じなんで、いや、タウンホール14がほんと簡単に見えてきてしまって、これはちょっとね、大問題ですね。大問題編成ですよ、これ。で、前回言ってきた感じになります。いや、この編成もね、ほんと見ていて楽しいですよね。はい、ということで、今回はですね、今年初のクラクラ、世界選手権予選、ケソカップですね、もう一つの方の、もう、オリジナリティ溢れるね、新戦術の方ですね。こちらね、動画でご紹介していきました。いや、昨日の動画のね、バルキリー使いといい、今回の動画のね、スーパージャイアント使いといい、なんか使われていないユニットでね、こうね、己の道を行くっていうのもね、すごい面白いなっていう風に思いました。はい、ということで、これから動画、毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式サイト開発ビルドを開始の先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報、一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ご視聴ありがとうございました。